三笘薫が半年ぶりのプレミアで大活躍、いきなり評価をぶち壊してしまう。8月17日に開催されたプレミアリーグ第1節で、同リーグ史上最年少31歳のハーツラーが新監督に就任したブライトンは、エバートンと敵地グディソンパークで対戦した。腰の怪我による長期離脱を経て、半年ぶりに復帰した三笘薫は26分、早速結果を残す。スピードに乗ったドリブルで一気に持ち運び、カウンターを発動すると、最後は新加入ミンテのクロスオファーでうまくプッシュ。2発を叩き込んだ昨年9月のボーンマス戦以来、11ヶ月ぶりの得点を奪ってみせた。三笘って選択が上手い、自分で行く時と周りを使う時の選択が使い地。三笘は日本のプレシーズンでちょっと仕上がるの時間かかるかなって思ったけど進化してたわ。三笘の体つきとパススピードがプレミア仕様に仕上がってる。三笘この調子だと冬に大金で持ってかれちゃうな。三笘さん、MOM 級の活躍。ただブライトンはチームとしてはまだ結構課題ある感じ。昨シーズン半年間くらい三笘のこと見てなかったからかもだけど、久しぶりに三笘のプレイ見たらヤバいわ、こいつマジでうまい。ゴール決めてドリブルも飛び出しも良かった、文句ない。ちょっと三笘さんレベチだね。22-23の神がかってた三笘が元戻ってきた感じ。去年後半は怪我で出られなくて復帰した公式戦、しかもシーズン開幕戦でゴールワールドクラスだよ。本当にすごい。やっぱり三笘は本物だったな。